日本四国地方徳島県徳島市内町地区、徳島町堀川と城山徳島町周辺の航空写真現在と違い、城山の西は西の丸運動場と刑務所移転跡地のさら地となっている。徳島町は徳島県徳島市にある町、内町地区に属している。一丁目、二丁目、三丁目、木内がある。徳島町城内は徳島町の小技であり、 市の行政などでは、徳島町に含められるが、徳島町に含めないこともあり、その扱いは、一定しない。郵便番号は1から3丁目は7700-0852、木内は7700-0851。2011年6月1日、徳島市の調査より、徳島市中央部、都心地域北東部の氷炭島北東部に位置し、徳島城跡とその周辺を占める。 東は国道11号を挟んで中徳島町、徳島本町、新蔵町、西は前川橋から伸びる道を挟んで、東で来る島町、北は序人川を挟んで、南前川町、序人橋、南西は JR を挟んで、寺島本町西、寺島本町東、幸井町と隣接している。旧徳島城兵庫天庭園手前より、徳島市社会福祉センター。 徳島市中央公民館、徳島県青少年センター、徳島市立文化センター。徳島中央公園及び城山も参照面積では徳島町の大半が旧徳島城内にあたる徳島町城内である。城石はほとんどが徳島中央公園になっているが、その西と南は公園から除外され、市外となっている。公園の中央は城山が占め、 市外や公園施設は西部と南部に二分されている。城跡内南部の旧徳島城標語天庭園は国名価地に指定され、隣接して徳島市立徳島城博物館がある。徳島公園より南も公共施設で占められ、旧三規格、旧寺島川河道に徳島市立文化センター、徳島県青少年センター、徳島市中央公民館、徳島市立図書館、 徳島市社会福祉センターが並ぶ。城跡内西部の西の丸跡は徳島市内長小学校になっている。さらに西の花畑東部には徳島市立単育館と徳島県立中央武道館がある。県道30号を挟んで西の花畑西部は中央公園の外になり徳島地方合同庁舎と住所併用地区がある。ここが木内唯一の民有地地区であり、 ほとんどの住民がここに住んでいる。南西部には JR 徳島駅の徳島運転所、徳島保線区などがある。ただし城内側には関係者用で入り口しかなく、駅を利用するには反対側の寺島本町に回る必要がある。裁判所の桜、西の徳島公園と東の国道11号に挟まれた外区で南から1から3丁目が並ぶ。ただしそれらは、 連続しておらず、一丁目と二丁目の間で11号に直行する国道192号北側が徳島本町となり分断されている。一丁目全域が徳島地方裁判所である。二丁目南部の一角を徳島地方検察庁、市立内町保育所などの公共施設が占める。他は民有地で穴吹カレッジの諸施設や高層マンション、病院などがある。 三丁目オフィスや商店となっている。徳島城及び徳島中央公園歴史も参照徳島城、徳島公園開園後の詳細については、それぞれの記事を参照。城門改新記には、城山を残して海だった。当時は海岸だった城山山陸に住民がいたことが、城山海塚から伺える。1385年に、細川よりゆきが城山に気づいた。 伊山城を1586年に八塚家政が集築し徳島城とし、ここを居城とした。阿波年表記録によると、1585年に豊臣秀吉の命により、八塚家政が一城を居城と定めたとき、維新を改め、徳島とゴースとある。近世には徳島とも書かれた。徳島の語源は、大日本地名辞書によると、 古事記で法理の命が人よ玉姫に送った歌を聞つ島がもと島に、我が年妹は忘れ地夜のことごとにとされるが、確かではない。この歌は、徳島と直接の関係はなく、この地位が古代の鴨里であることから、鴨徳島にかけたとされる。中世の地名である、富田省の富にかけ、また、東の福島と対になる島として、同様のカーザ徳を使い、 徳島と名付けたとも言われる。維新か徳島かはしばらく一定せず、1600年、五郎一、1608年徳島。徳島とは本来は、北を除仁川、東を福島川、西を寺島川、南を新町川に囲まれた中洲に与えられた名である。徳島の内徳島城より、東は、重心の屋敷や、会所など、藩の施設が立ち並ぶ、武家地となった。 徳島城の西は氷炭島、出来島に繋がっていたが、出来島は人口の氷丹堀で、徳島から切り離され、氷炭島は、徳島城内のお花畑となった。徳島城、編集詳細は、徳島城を、山椒武家地徳島、編集徳島城の東に広がる、武家地は単に、徳島と呼ばれた。現在の徳島町1から3丁目、中徳島町、徳島本町、 新蔵町に相当した。なお、現在は、新倉町に隣接する中洲町は、当時は、新町川の稼働だった。1812年の、島島町名改め目録によれば、徳島には、以下の12町があった。現在の外区単位の町割と異なり、通り単位での町割だったため、現在との対応は複雑である。徳島城大手門からは本町、その右手に新三倉町。 南浜川、左手に、裏の日の戸が、東へと伸びた。本町から伸びる南北の町筋の馬場筋が、南浜川東部と接した。東端の福島川沿いには、福島橋に沈めから南へ、東浜川があり、中央部で新三倉町、南端部で南浜川と接していた。本町と裏の日の戸の両生端には、上地を隔てた、堀沿いに、見堀緑があり、 その北の女人川沿いまでは、大間屋邸が伸びていた。その一筋東に、裏の帝西部から女人橋南詰めまでの海所邸があり、海所町から東へあまり邸が伸びていた。東端は、福島橋に沈めから福島川沿いに、北へ、北浜側があった。文政年間の阿修徳島藩五家中六によれば、新三倉町には、長坂三郎左衛門、家老、 池田昇、る、藩水軍総水、森神太夫、西岡妻、中村主目之助、家老、八須川秋、二王内前、八須川早虎公六藩市の屋敷が立ち並んでいた。このほか大間屋邸北端部西側に、北三倉、海所町北端部東側に、海所、本町から新三倉町にかけて新三倉、徳島御殿前から、北浜側にかけて、徳島御殿、馬場筋から、 東浜側にかけて南浜お屋敷があった。1871年の藩子席によると、徳島には、氏族27個113人、また同年の藩卒席では、卒族215個851人と記録され、旧藩重心の中村勝順、森時住、池田昇林優の各氏が、町内の触れ頭を務めている。 1889年の市政町村政志向により、徳島は徳島市の町、徳島町となった。徳島町はの6時からなった。同年の個数442、人口1840人、財政規模は収入383円33銭。現在の徳島町場内は、長らく全体が、こういう地で、町がなく、明治期の扱いは不明瞭だが、 1941年までには、徳島町に含まれたようである。1941年、旧徳島町は、徳島町1から3と、木内、徳島本町1から3、中徳島町1から3、北徳島町1から2、新造町1から3、中須町1から3、寺島本町東 1, 1から3に分割された。1975年中徳島町。 北徳島城の各一部が徳島城に編入された。花畑西の丸と出来島の間は氷炭島と呼ばれていたが、庭園、お花畑が作られ、いつしかお花畑と地名を変えた。庭園は幕末に取り壊され連平所となった。1889年には徳島看護区所がここへ移転したが1971年には入り戸町へ移転し、跡地は再開発され、 徳島合同庁舎、徳島市立単育館、徳島県立中央武道館、西の丸橋などが建設された。古い町割りでは花畑、氷炭堀、出来島町とおど主街。西の丸跡現在の内町小学校には、西の丸が築かれ、隠居した藩主の屋敷に使われた。1869年には、藩校の長久館がこの地に再建されたが、 1871年に閉校。1874年に跡地に市販規制学校が開校したが1885年に全勝。その後徳島公園の一部となり、運動場、イベント場として利用された。1929年には陸上競技場と野球場を備えた大礼記念西の丸運動場としてリニューアルした。 運動場は1976年9月に閉鎖され、1978、9年に内町小学校がこの地に移った。古い町割では、徳島町西の丸、三木角、旧寺島川この辺りは、水い記時には場外だったが、八塚三鷹の台までに、城の南に新しい来るは、三木角が築かれ、現文化センター付近までが秋打ちとなった。1907年、 徳島県物産陳列場が日露戦争戦勝を記念して建てられた。1961年に幸い町立体交差ができると南北に分断され、北部は公園内の広場となり、南部は同時期に埋め立てられた寺島川稼道とともに公共施設街となった。一丁目新倉町の名の由来となった新三倉、中老森や武藤家の屋敷があった。1876年、 高知裁判所徳島市長が解説した。武藤家の屋敷神だったウクライナリが近年まであったが、公有地だったため政教分離運動により2009年5月に移転させられた。2から3丁目中老井長や、神岳などの屋敷が並んだ。全域が内町小学校と徳島中学校の学区である。ありがとうございます。